立野湾大津波の発生後に撮影された立野湾。写真中央がセノタフ島。セノタフ島とは北アメリカ大陸北西部に存在の太平洋に面した立野湾のほぼ中央部に存在する小さな島である。英語のセナタフというのは記念碑という意味であるから、この島の名称を日本語に訳すると霊碑島とか墓場島といった意味となる。なお、この島は ビッグ島などとも呼ばれることがある。瀬の田富島は、おおよそ北緯58度38分25秒、整形137など34分51秒、北緯58.64028度整形137.58083度、58.64028-137.58083に位置この場所は、 アメリカ合衆国のアラスカ州の南東部に属している。この島は1786年にフランスの探検家であったラペルーズ・ハクジャン・フランソワドガローによってアイル・ジュ・セナタフィーと命名された。この命名は1786年にこの島が存在するリツヤ湾に発生した強力な引き潮にリツヤ湾の湾口付近で巻き込まれた結果、2隻の 小舟が沈没したことによって、ラペルーズ・ハクジャン・フランソワ・ド・ガローの船の乗組員26人が、溺死したことを悼んで行われたものである。この島の公式な名称についている、セナタフとは、記念碑という意味の英語である。この島の南西端では、死亡した26人の乗組員の葬儀が、取り行われ、慰霊碑が混流されたとされている。しかしながら、その石踏みの後ですら、 すでに1981年時点で分からなくなってしまっていた。なお、この島にはエッグ島つまり卵の島という別名も存在している。これは、ロシア帝国の海軍に属していたミハイル・テベンコフが、この島を1852年に記録した時に、卵島という意味のオストローブ・イエーグノイとしていたことに由来する。ありがとうございます。